すでに雨量が多くなっている北日本ですが、来週にかけてもこの雨の影響が続いていくんでしょうか。そうなんです、はい、大雨まだ終わりません、はい、では天気図から見ていきたいと思いますが、まず昨日の天気図見てください、はい、東北北部青森県付近に前線がありますよね、そして今日の天気図同じように青森県付近に前線があります、はい、ということで同じような場所で雨が降りやすい状況が続いているということが言えます、はい、こちらは昨日の午前9時の雨雲の様子ですが、青森県に非常に活発な雨雲があります。そしてお昼過ぎも同じような場所に雨雲があったんですよね、はい、激しい雨、非常に激しい雨が続いていたということです。そして今日はというと少し位置を変えて秋田県北部などに活発な雨雲お昼前にありました、はい、まあ、このようなことで積算降水量がかなりかさんできています、はい、この時間までの48時間の降水量を見てみますと、こちら深浦では 362.5 ミリと記録的な雨、そうですね、はい、青森県の津軽地方から秋田県北部で大雨になっているということが言えると思います、はいはい、ではこの先どうなるかなんですが、明日の天気図見るとやはり同じようなところに前線が停滞、でこの先1週間見てください、はいはい、まあ、金曜日にはこの前線上低気圧が通過していきます、はいはい、そして土曜日日曜日になると日曜日ちょっと前線が切れていますね、はい、ですから前線の活動そのものは、まあ、土日ぐらいになるとちょっと弱まるんですが、はい、月曜日になると次の低気圧がやってきて火曜日北海道付近にありますよね、北海道から青森付近ですから一旦小康状態になったとしてもまた週明け激しく降る恐れがあるということが言えそうです、はいはい、では雨の量この先どうなるか確認してみ確認してみましょう、はいはい、こちら、金曜日の深夜土曜日の午前0時までの降水量の予想なんですけども、はい、やはりですね青森県から秋田県あたり特に県境付近で雨の量が特に多くなっているのが分かるかと思います、はい、北海道の太平洋側なども、降水量が、今以上に増えてくることもありえそうです、はいはい、さらにこの先がどうなるかなんですが、こちらは、16日、はい、だから来週の火曜日の夜までの降水量なんですが、はい、これで見ると秋田県境付近秋田県北部などで雨の量が多くなっているのが分かると思います、はい、当初の予想よりも若干降水量の予想が少なくはなってきてるんですけども、はい、それでもこれから来週の1週間にかけて多いところでは400ミリから500ミリぐらいの予報も出ているということになります、はい、まあ、多少多くなったり少なくなったりのブレ幅、うん、ブレ幅そして場所のブレもあるかもしれませんが、まあ、この先やはり1週間、まあ、断続的ですが東北北部日本海側中心にさらなる大雨になりそうですので、まあ、それに対してやはり引き続き警戒は続けていただきたいと思います、はい、やはりこれまでに経験のない大雨となって新たな災害が発生するリスクもまだまだ高い状況にあるかと思いますし、被害の拡大というところも懸念しなければいけません。最新の気象情報、あとは自治体から発表される避難の情報などにも留意してお過ごしいただきたいと思います。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認ください。